気の科学館チャンネル。突撃 DKK スクール。皆さんこんにちは。前回の動画は見てくれましたか？今回は風力発電2をお届けします。では早速突撃。三重県津市伊賀市にまたがる青山高原ウィンドファームさんに行ってきました。今回は青山高原ウィンドファームの今井さんにご案内していただきます。よろしくお願いいたします。はい、青山高原ウィンドファームの今井と言います。今日はよろしくお願いします。では今井さん、普段はどんなお仕事をされているんですか？はい、当社が運営しています60基の風力発電所をしっかりと運営できるように日々メンテナンスに取り組んでいます。早速施設を案内していただきました。こちらの風の恵みの館では館の内外に様々な展示を設け、風車群を目の前に再生可能エネルギーや自然を楽しく学んでいただければです。さて皆さんは風力発電機の内部がどのような構造になっているか知っていますか？早速説明していただきましょう。はい、それでは風車の内部についてご説明します。風車にはナセルと呼ばれる機械室があります。そちらの絵がこちらです。風を受けますと風車のブレードが風を受けて回転します。回転した力は主軸を通して増速器に伝わり、ここで回転数を速くして発電機によって電気が発電されます。発電した電気は風車の中の電線を通じて変電所の方に送られます。このような構造で電気が作られていたんですね。では施設の外に出て本物のブレードを見てみましょう。それでは羽のブレードの説明をします。奥にある大きなブレードが新青山高原風力発電所で実際に使っているブレードになります。これで長さが約40メートルあります。そして手前にある小さなブレードの方が青山高原風力発電所のブレードになりまして、あちらが約25メートルの長さがあります。どちらも FRP というガラス強化プラスチックの素材でできてますので、非常に軽くしなやかな材料になっています。実際にブレードを動かしてみると、このブレードとても大きいんですけど、実はすごくしなやかなんです。こうやって手で動かすとこれだけ動きますので、風を受けた時にもしなやかに回ることができます。今度は動いている風車を見に行ってみましょう。こちらは新青山高原風力発電機です。風を切っている音が聞こえますね。今井さんと比べてみるとより大きさの違いがわかりますよね。三重県青山高原は津市西部から伊賀市東部にかけて広がる標高700から800メートルの高原です。その主峰笠取山は若狭湾から琵琶湖を経て伊勢湾へ抜ける風の通り道であり、本州屈指の高風強地域です。そして青山高原ウィンドファームは室尾赤目青山国定公園内の美しい自然景観への配慮、地域との共存を図り、750キロワットの風車20基及び
2000キロワットの風車40基を運営しております。風力発電所の出力は9万5000キロワットで、日本最大級の出力を誇る風力発電所です。そして一般家庭約5万5000世帯の電力を担うことができ、年間約9万3000トンの CO2 削減効果があり、地球温暖化防止に貢献しています。では最後に今井さんにお仕事についてのお話を伺いました。お仕事をされる上で一番大変なことは何ですか？はい、自然の中での仕事ですので、雨の日や風の日、いろいろな日がありますので、そういった中でもしっかりと風力発電機が回るように自然と向き合って仕事をするところです。ではお仕事をされる上で心がけていることは何ですか？はい、風力発電事業にはたくさんの方々が関わっておられます。地元の方やメンテナンスの方、こういった方としっかりとコミュニケーションをとって仕事をしていくことを大切にしています。それでは最後に青山高原ウィンドファームの PR をお願いいたします。はい、弊社青山高原ウィンドファームは大自然の中で地元に根ざした風力発電事業をしています。近くに来られた際はぜひ、この青山高原は素晴らしい場所ですので一度ご覧になってください。これからもよろしくお願いいたします。今回の DKK スクープは青山高原ウィンドファームさんに行ってきました。次回もまたお楽しみに。